あ、これ帰りもしんどいな。膝かっくんなんだ。膝かっくんは人にやられて初めて膝かっくん。やられないかっくんはならない。ないな、そうなん。え？ない。何かっくん？いや、かっくんないってだから。ずっと90度、ヒープやで。90度直角や。え、これ90度じゃない？いや、40度いってへんじゃん。どこに？全部同じ人。違う。みんな全部同じ人。なんか言うてさ、お前なんだ。あ、前回の動画見てくれたわ。これが人の名前やと思う。あ、立て行く。そう。一日に立てたよっていう意味。働け。バイトとかできた。そう、遠い。え、あれは、あれやったか。ここ猫いうとこや。黒好きなの。でもこれしか服ない。いや、もう全部送ったっけ。ドイツ。え？っていう、新潟。え、新潟からどうすんの？まだ送るの？そんなプライベートな話。いやいや、新潟からドイツ送るの。コロッケ。コロッケ？連発したのに。コロッケで。何食うよ、昼。一応ね、近くに、なんかうどん屋さんみたいな。何そば食べる？食わんやろ、そもそも、ニシンそば。あ、バレてる。何そば。あー、ニシン食いてー。ニシンを食いてんや。あ、いや、ニシン。久しぶりだな、これ。年明けだなぁ。明けだなぁ。今年の抱負は何ですか？駅伝に出る。もう終わってると思うけど。12回コロッケ連続で聞いたの俺人生で初めてだもんね。え、数えた？いや、なんとなく。これも。これ出しがいあるわ。これあの、ちっちゃい文字で。そうやね。そんな言わんで、すごいな。インパクトあるけど。コロッケ欲しいやん。毎回回数違う。テープで録音して流したらええやん。ああ、お前。こんな一日中言ってらんねろ。石焼き芋とかみたいな。BGM みたいな。もう3回だと短いってなんか思い出したな。そうやな、8回ぐらい言うてもらう。あの、3回までにしてやる。コロッケワインですね。あー、11これダメだ、12回が今のところサイコロ。名物おばちゃんみたいになってそうやな。これやばいな。ちょっと近くでも撮りたいよ、これ。声だけでも。おばちゃん。コロッケおばちゃん。できたてのコロッケ、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 ああ、やっぱ聞いたな。言いづらいやろ。すごいよ。全部録音かもしれない。あ、別の音がしてる。コロッケいや、すごいなと思って。
の、買わないですか。あ、もっとラジオやってます。あ、そうなんですか。へぇー、喋り慣れてるアナウンサーが早口言葉とか。そうなんですか。あ、いや、ちょっとさっき真似したんですけど3回目ぐらいで噛みましたね。無理でしたね。すごい。はい、コロッケいかがですか。揚げたてのコロッケ、揚げたてのコロッケ、揚げたてのコロッケ、コロッケ、コロッケ。コンペイ島って結局どこの島なんですか。いや、雨やん。え、雨やねん。コンペイ島の島っていう島やねん。多分佐藤の島やと思う。ちょっと待って。おい、いや、なんでる。いや、違う何違う。一回だけなんか文具のやつ買ったわ、1000円の昔。小学校の時とかあったの。何が入ってた。文具が入ってた。いや、それは文具のやつだからな。文具の何が入ってた。書くやつ。鉛筆とかだ。測るやつ。ジョグ。消せるやつ。消しゴム。さあ、どれ。いや、どれやな。なんでどれだよ。いやー、今日遅番ラガニもこんな時間からも人に追いかけまで。いやー、